今度ギャング来たぞギャング。ギャングじゃめんな。めっちゃ書かれてるで。なんでギャングってよ。ギャングじゃない、キングだ。あ、あれじゃね、ニコ生で有名なやつじゃね。渋谷キング。うん。そうなの。うん、多分そう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 。へぇ、本物やったらな。鉄パイプで殺すぞ。怖すぎる。怖すぎる。ギャング怖すぎる。ギャングなめ、なんでギャングなめんあよって基本的に会話が成立してんだよ。温かく温かくもてなしてやれ。俺の方のチャットいないんかな。あ、書かれてない。なめんあよって可愛いな。お前名前の名前の割に。お前らベンツでさらうぞ。お前来る時代間違えてんだろお前。TP ボン、お前TP ボンにお前乗ってってもらえよ。10年前に戻れ。渋谷がギャングで溢れてた時代に戻れよお前。めっちゃキレてるで。把握しました。まあいいだろ。客人とじゃ客人だよ。招く、招いてる。だからしっかり招いてんじゃん今。通報すんじゃねえよお前。あれ俺の配信に来たやつはみんなあれだよ、招くんだよ俺は。渋谷でうんこちゃんってどっちが有名なの。なんで渋谷来いやって。お前が来いよ。なんで俺が渋谷行かなきゃいけないんだこの時間から。どんだけお前あれだよ、内向きなギャングだよお前。俺が言ってやんぞって感じだろ普通だったらお前。なんで俺がわざわざ会いに行かなきゃいけないんだ。キングイエロー。すげえギャングだ。めっちゃギャング。あ、渋谷キングや。何渋谷キングって。ちょっと待ってよ。何渋谷キング、そんなかっこいいやつがいんの。名前渋谷キングになってるの。渋谷キングで出てこねえぞ。多分ニコ生やったような気がするんだけどな。どっかいいんじゃない。じゃキング面白いだろ今の。面白さお前わかんねえんだろ。キモータなんだろ。キモータで探せんつってやれおめえら。渋谷キング、渋谷キング何者だよ。やべえなこいつ。否定できない自分が悲しいわ。この野郎っつってさ、ふざけんじゃねえぞこの野郎っつってさ。言ってやりてえけど否定できない自分が悲しいな。渋谷キング。ちょっと渋谷キングお前常連になれよ俺の配信の。頼むぜ次も来いよお前。しっかり毎回参加しろよ俺の配信には。面白いな。いいな。うん、いいな。温かい感じになったな。温まったな。ね、見てなかった。渋谷キング。殺してくれーっていうコメントあったから。え？これ、ちょ、わかんねえ。俺本気で言ってんのかさ、ネタで言ってんのか、マジで未だに把握できないんだけど。センスはあるな、すごい。これ、荒ぶるキングの正体を知りたいな。うわ、あばよ、帰ってまうで。キングさん、ありがとうな。特別ゲストも来てくれたところで、いい感じだ。熱い人間やったな。熱い人間やったな。何かを訴えたかったんだろうな。そういう場が欲しかったんだろうな。昭和の時代からタイムスリップしてきたよ多分。10年前の渋谷からあれだな、渋谷で冬眠しちゃったんだろう。うんこちゃんさ、もうこの世界とかいう次元じゃない、時空をまたいでしまったな。そうだな。
渋谷キングって誰だろう、俺マジで知りてんだけど。顔知らないの？知らない。なんかニコ生かなんかやったの気すんねんけどな。でもそうしたらなんかニコニコで検索したら出てくるよね。ニコ生で永久バンされたやつやって。かわいそうな人なのか。ちょっともう一回招いたいよ、あいつ。救ってやるか。渋谷キングを救う配信。次確かに渋谷キングとなんかコンタクト取れねえのか。なんかだって訴えてんだろ何かを。聞いてやんよみたいな。俺が話聞いてやんよっつってスカイプも永久バンってとこだ。かわいそすぎんだろお前。ニコ生の運営が見捨てた渋谷キングうんこちゃんが救ってやんよっつって。キングにスカイプ教えたらガチで俺教えねえ。外吉すぎんだろあいつ。配信ページ、おいキングの配信ページ見に行こう。ちょっと渋谷キング顔出してんの。この野郎。あ、顔出してるんやったらうんこちゃん逆特定できるんじゃない。リアルに特定してもそんないいことねえだろ。報奨金が出てんだったらガチで特定すっけんな。渋谷中のさ渋谷中の悪い奴らをさ。うんこちゃんの方がさあ、言わない方がいいか。何も言わないで集計する。渋谷キングの家に集まろうぜっつって。うんこちゃんの方がさ人集まるイメージがあって仕方ないんだけど、渋谷で人集めるってなったらさ、うん、いいやん、うんこちゃんも渋谷の有名人。まあそんなことしないよ。ヤンキーじゃねえよ俺は。気をつけた方がいいな。どこに行ったら IP 抜かれんだ。 IP 抜かれたら一体どうなんの。どこのページ行ったら配信ページなんて行くかよ。渋谷キングのあれだよ今俺が見てたのはさ、なんだっけ、ニコニコのさ大百科だよ。ああ、うん、渋谷キング。すげえゲストが来たな。また来るんちゃうそのうち。あんまり拾えなかったな。今時の人となったな。そう、誘拐されましたって。キング特定しました。やめろ、もうキングはそっとしといてやれ。だってさ、逆にこっちに来てさ、配信ページ特定できるんやったら、誰か特定してしまうやろ、キングを。本当にできるんであればさ。まあ、それもやめてやれ。今、ブリーン入ってるわけやん、ここに。まあ、そうだな。そんなさ、低次元に合わせる必要はねえぞ、おめえら。向こうもさ、特定できるってなったら、そこの危なさは向こうも把握してるやろ。別に多分、そう、何にもならねえぞ。違う、そんなこと、そんなさ、失うものが多すぎんだろ、俺にとって。そんなさ、渋谷キング、頑張ってなんとかしようぜ、みたいになっても。いや、俺はセンスを感じたけどな、渋谷キングっていう名前に。相当なセンスを感じたけどね。まあ、串通してんだろ、ここまでやるってことは。ああ、うん、どっから飛んできたんやろな。向こうでここ張らせっつって。なるほど。来た渋谷キング。渋谷キング。コラボ、まさかのコラボ。マジなんだよこれよ、マジ香ばしすぎんだろ。あれしようぜ、コラボしようぜ、キングと。おお、キング俺大歓迎なんだけどな。すげえ来てるな。
なんか同じ人がいっぱい書いてくれてる。あ、そうなん。うん。はや。なんかちょっとさ、わかった、うん、お前らさ、荒らしてもいいからさ、なんか説明しようぜ、自分たちの身のなりを説明しようぜ、まず。話しようぜ、ちょっと話し合ったら面白いだろ。話し合おうぜ。キング、ちょっとあれしようぜ、話そうぜ、一回。冷静にさ。お前は誰なんだよ、一体。杉谷君。スペシャルゲストやな。完全にこれゲスト増えすぎだろ、渋谷キングから流れてきてんだろ。巣に帰れ、お前ら、ほんとに。ゲスト超増えてるで。うん。やめてやれ、キングの IP 晒すなよ、お前。ゲストだぞ、うんこちゃんの。の IP 特定した。でも IP 特定してもさ、住んでる地域までしか分からないのあれ。まあ分かんないけどね。そっから渋谷キング話そうぜ、一回渋谷キング話そうぜ。渋谷キング見てねえのか。しかも渋谷キングっつってんのに埼玉在住だったらクソウケんだけど。ちょっと待って、ジャスティンの8238なんかウイルス送り込んでやるって言ってる。やめとけやめとけ、渋谷キングはあれだぞ、仲間だぞ。センスを感じるな、渋谷キングっつってんのに越谷に住んでんだぞ。え、777が渋谷キングなの。渋谷来いよ。ふざけんなよ、お前。やめとけよ、お前。小手半じゃなくなった。ちょっと渋谷キングで入ってこいぜ。小手半じゃなくなったから、なりきりの可能性もあるよ。渋谷来いよ。越谷ってどこなん？埼玉だな。あ、そうな。うん。ブルって、若干ブルってるよ、この流れに。この、生配信やめたくなくなっちゃった。え、やめたくなくなっちゃった俺に。お、渋谷キング来た、入った？あ、渋谷キング。じゃ、渋谷キングちょっと話そうぜ。ちょっとお前ら、渋谷キング以外、渋谷キング以外はちょっとやめろ。渋谷キング以外はちょっとあれ、チャット打つな。渋谷キングと話させろ、俺は。止めよう、みたいな。渋谷、ダメだ。渋谷キングのカリスマ性がありすぎて、チャットが流れちまう。チャット、はえ！バー、めちゃくちゃチャット早い。渋谷キング、お前、何者なんだよ。何者か、何者か教えてくれよ。渋谷キングの声が俺の脳みその中で脳内再生されちまうよ。すごいね、渋谷キング人気者なんだな。ゲストが一気に増えたな。そう、ゲスト100人ぐらい増えてるから、多分渋谷キングから流れてってるからって考えたら、向こうの配信もめちゃくちゃ人集めてるってことやろな、多分。そうだね。多分200とか、250ぐらいはいるんじゃない。待ってくれ、お前ら説明しろよ、ほんとに。渋谷キングすげえよな。向こう200人くらいやって。へぇ。放送してないのにこの人数いんの？え、放送してない向こう。すげえな。あ、もうチャットだけでやってるってことや。すげえな。多い時300前後いるんやって。半端なくね？普通に人気配信者やん。すげえ。ダメ、ジャスティンの、ジャスティン8387が動こうとしてる、完全に。いや、お前ら、お前らさ、他でやる、なんで俺がさ、油かぶって炎の中突っ込まなきゃいけねえんだよ。お前記念、お前らふざけんなよ、お前。今日がよ、俺はさ、うん、あれなんだぞ、俺テスト放送なんだぞ、お前。テスト放送でなんでこんな炎上しなきゃいけんの、俺は。ふざけんなよ、マジで、お前。おい、録画面でポケモンなんかやってんじゃねえって、完全お前、一回見てんじゃねえか、お前。ちょっと待って、うんこちゃんの動画見てるやんか、渋谷キング。お前、多少なりとも見てんじゃねえか。渋谷キング、うんこちゃん情報さ、仕入れてるよ、完全に。渋谷キング。ちょっと、しばらくちょっと見さして、渋谷キング。札幌キングも来たよ。札幌キング、うん、なんだよ、俺の知らないうちにどうなってんだよ。
やべ、彼女帰ってきたからやめんわ。あ、オッケー、わかった。うん。うん、はいはい。さよなら。はーい。